さ。店長って絶対サイコパスだと思わない？俺ももう全然目の子笑ってないよね。こわ。店長どうでしょう、サイコパス診断って知ってますか？あー知ってるけど、なんか最近それ流行ってるらしくて、ちょ一緒にやりません？ほほー、まあええで。何？ありがとうございます。じゃあまず1問目ですね、うん、あなたはよく当たると評判の占い師に見てもらったところ、あなたに危害をもたらす存在が身近にいるから気をつけるようにと警告をされました。その後あなたは占い師を殺してしまいます。なぜでしょう？占い師が自分の死を予言できるか確認したかったから。正解です。マジで？やっぱ店長サイコパスなんですよ。いやいや違う違う、これ絶対そうです。たまたまやから。え、じゃあもう一問次。おう、親戚の葬式に弟と出席したあなた、そこにいた黒い髪で黒い服を着た黒い靴の女に魅力を感じました。その夜にあなたは弟を殺しました。一体なぜ？その女性とまた葬式があると思ったから。正解です。マジで？絶対店長サイコパスですって。違う違う違う、マジ絶対そうです。じゃあもう一問出して。いいですけど、これ正解したらサイコパス決定ですけど。ああ、分かった分かった。いいよいいよ。じゃあ最後の問題いきますね。あなたは夜中にナイフを持って人の家に入り込みました。しかし家の住人に出くわし顔を見られてしまいます。ナイフに驚いた住人はタンスの中に身を隠しました。その後あなたはどんな行動を取りますか？ちゃんと正直に答えてください。分かってるよ分かってるよ。あれちゃうかな、閉じ込めた状態で火をつけて殺害した。その答えはサイコパスじゃありません。な？ここまで来て。そうや、絶対店長サイコパスの要素あると思いますけどね。違うからな。昨晩未明、杉並区の一軒家でこの家に住む男性が全身大やけどで倒れているのを近所に住む女性が発見しました。状況から男性はタンスに閉じ込められた形で火をつけられたとのことで、警察は他殺と断定し殺人事件として捜査中とのことです。次のニュースです。見られてたのかな。